行くぜテイヤやばいやばい待って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 急に削られたやばい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 はいということでまずモンスターは倒すにはこのクラフトベンチで武器と防御力を上げていくのが大切になってきます。まず武器で言うとここのランですね。でおすすめは、まあ、クロスボウとかでもいいかもしれないですけどロングソードがいいですね。であとは体力の守りといってここら辺防御力上げられるんですけどこの体力の守りを作ると左上に出てるハートのマークの下ですね、これが防御力が上がります。であとこの体力の守り作るとハートも増やすことができるので全部で今体力の守りを3つつけてるのでプラス6ですね。なんでハートがプラス6された上で防御力も9になってるといった状態となってます。とにかく体力多めにした状態かつ防御力高い状態にしておくっていうのが一番やられずにね済むのでそこを意識してもらうといいのかなと思います。はい。でそれぞれの作り方については体力の守りは絹の糸と大理石とシェルですね。シェルに関して言えばヤドカリチックなものを倒すのかな、倒しますね。パラスだってパラスパラスだっつってんだろ急に突っ込むね。パラスですね。この糸車で絹の糸を作る必要があります。絹は雲ね、雲、うん、絹は雲ですね。大理石は洞窟で取れるやつですね、あの白いやつだね。なのでそれを使って、体力の守りは作成してください。詳しくは前の動画を見てね。でロングソードに関してはノットルートの棒が必要なので、はい、このノットルートが必要となります。これは洞窟にありますね。なのでこれを使ってこの製材機ですね、製材機でノットルートの棒を作りましょう。でロングソードを作ると、ナイトシールドは板と紐なので板はこの製材機で木材を入れて作ります。あとは紐なので糸車ですね。はい。紐はこれか、ツタで作れます。ツタはブッシュみたいなやつですね、あれぶっ壊してもらえればいいと思います。かぼちゃ取ってもツタ出るよ。あ、かぼちゃ取っても出るね、確かに。ナイトシールドをじゃあ作っていきたいと思います。はい。でおすすめの装備としては、まあ、ナイトシールドも使おうということで、ここのオフハンドってところにつけるとエルニー押すとこれすぐ使えになるので、はい、こんな感じで装備してやるといいと思います。そう、松明とかもねずっと持てたりするから、でも1個しか持てないから、まあ、松明か盾かみたいな場合に応じて使い分けがポイントですね。はい、ポイントです。よし、じゃあ早速倒していきましょうか。はい、じゃあ続いてはシェルを倒していきたいと思います。はい、この回転がねめちゃくちゃ強いんですよね。ですがいたおい、空気読めよお前、空気読めよ、全然転がってこないじゃん。起きた。最初しか転がんないよね。ちょっと距離取れ、はい、取らないか。距離取れば転がってくれる。はい、といった間で、と言ってたら、やり倒しましたね。はい、じゃあ次は、どうしくもっすね。ワンパンっすね。もう余裕っす。はい。はい、じゃあ次は、盗賊と戦っていきたいと思います。なんで戦わなきゃいけないか俺は知らないけどな、こいつらと。襲ってくるからだよ。そういうことだな。こうやって争いは振り払わなければならないのだよ。最初の難敵オオカミを倒していきたいと思います。はい、もういった。はいはい、もうこうやって、ね、殴っていけば5入ってるね。はい、もう簡単ですね。はい、ロングソードあれば余裕です。よっしゃ、砂漠のモンスターもやってくぜ。うら、あ、壊れちゃった、やべ。うい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 、まあ大したことないっすね。あ、いた。さあ、いざサンドルフと勝負。さあ、TKG 勝てるのか。めっちゃ逃げていくんだけど、そもそも俺と戦ってくんないんだけど。おい、俺と戦おうよ。なんで俺が背中追ってるんだよ。おい、マスカ、お前
俺が暑さで体力削られてることを知ってそういう持久戦勝負を仕事してんのかわい。おいおい、なんで逃げるんだよ。おい、待て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 、一生勝てないじゃん。これお待って、ふざけんなふざけんな、ジーと狼に知能勝負で負ける。おい、ふざけんな。止まればいいよ、だって。止まればいい。あ、だそういうことね。あの、うかのこっちはもう疲れて動けないよみたいなこう雰囲気を出せば逆にやってくると、もう完全に知能勝負になっとるぞ。確かに舐められてるよ、 TKG。 なんてこった、こらって、逃げすぎた。おい、こらこら、なーい、こいつ、まあ、めっちゃ知能犯よ。タンゾルのことあぶ、いたぶってきたくせに。よし、うっと、暖かくなったな、お前。おー、いいよいいよ。なんかわかんないけど、逃亡しかしてない、こいつ。勝った。はい、ついね、砂漠地点に到達したということで、冷静さの守りというね、装飾品が必要になります。これは絹の糸と大理石とサンドシェルですね。はい、なのでこれを装備して砂漠では歩きましょう。ちょっと TKG 行こう、これ恐竜一旦戦ってみよう。マジ？どんなもんか。あ、オッケー。ちょっと待って、俺回復するの忘れてた、そういえば。何やっとんだ、いて、やばい、ワンパン攻撃じゃなくて歩いとるところに引っかかっただけで星5削られた、やばい。消えとる、強すぎる、防御力いっぱい、もう一瞬で殺される。防御力何番なの、トウモロコシ。いや、あの体力の守り3つつけとる。あのワンパン殴られただけで、あの5削られた。待って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 、これは強すぎる、これはやばい。俺1ダメージも与えずに死んだっちゅう。はい、死にました、無理っす。はい、ということで、リカーブクロスボウの青の作り方いきたいと思います。青のリカーブクロスボウを作るにはフレックスウッドの棒と引き紐が必要です。まあ、引き紐はね、この辺のあの紐、ツタから紐作って、で紐から引き紐作れば OK ですね。フレックスウッドの棒を作ろうと思ったら、この製材機でフレックスウッドの棒が作れます。ただそれを作るにはフレックスウッドが必要です。じゃあそのフレックスウッドを作るには青の森の斧が必要です。青い森の斧を作るにはカットした琥珀が必要で、でそれが宝石切断機ですね。琥珀の原石が必要です。で琥珀の原石は砂漠で取れるので、カットした琥珀を作りましょうといった流れです。つまり、つまりまずは琥珀を取りに行けってことですね。よし、琥珀行きます。はい、今琥珀を探しに行ってます。で、まあこんな感じで、ね、建築しながらどんどん上に登っていくと、ありましたね、この黄色のが琥珀です。この部分ももう一個ある、はい、ものもらっとこう。待って、何ちゃうんですか、これ。緑城のツルハシだよ。緑城のツルハシ置いてきましたね。うわあ。よくしょ。まったく、もうこれだから素人はよ。ありがとう。しかも青いツルハシ、ありがとう。はい、じゃあ気を取り直して琥珀をぶっ壊します。ここに木ある。はい。あ、落ちていくのかい、下に。はい、これは琥珀の原石ですね。これをさっきの宝石切断機にぶち込めば OK です。これから恐竜倒しに行くから、ここにあるの全部使っていいから、あとあっちにも、あっちの家にも素材あるから勝手に使っていいから、それで武器揃えていいよ、勝手に。よいしょ。洞窟から出たら終わるか。そうね、永遠に脱出できない洞窟。あ、ん？いる？え、なんか恐竜いる。ついに？え、ついに？これどっちの恐竜だ？あれ？え？待って。どこどこどこ、 TKG。ここここここ。え、でもなんか色怪しいな、どっちだろう。
あ、いた TKG。 よし、やろう。とりあえず TKG がソロプレイして、危なくなったら私が間に入るよ。 OK、 レッツゴー。緑色だよ。うん、緑色。うん、行くぜー。テイヤー。やばいやばい、待って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 、急に削られた。やばい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 。選手交代、選手交代。一旦撤退、一旦撤退。ボツの NPC が犠牲になっている。やばい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 って、おい、ロールバックやめろよ。遠い、だいぶ遠い。 耐久力持つかな、弓の。お、倒した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 。ナイス。倒したー。うぜえ、お前ら骸骨の方がうぜえぞ。ほら、ブルートの鱗って書いてある。やったー。やったはい、ということで、第二の拠点が徐々に出来上がりましたね。うん。なんかだんだん機能性を重視して、なんかおかしな感じになってますけど。はい、ここが新たな、ワークベンチ？クラフトベンチとかっすね。なんか紹介しとくことありますか、おつさん。このゲーム移動が本当に後半にならないとできないので、うんうん、結構砂漠の近くとかに立てとくと、まあレベル上げの手間も減るのかなって思いますね。そうですね、今ここにいるんですけど、マップ開いてて、前の拠点は、いや、映っとられないかいってぐらい遠いんでね。はい、皆さんも気をつけてください。あとこの村とかもね、村人がのコレクション的には、うんうんうん、コレクションしたい場合は結構レベル上げた方がいいかも。コレクション、一村5人しかさ、なんないやん。確かにね、5人以上いるからキャラクターが、うん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 、みんな仲間にしたいよっていう場合はいろんなところに村建てるとね、いいかもしれないですね。これオツカリの村さんってのはオツカリの村3つ目ってことね。そうそう、レベルとかじゃなくてね。ありがとうな、手伝ってくれて。お、グライドありがとう。グライダー系はまた次の動画で紹介するよ。色系？うん。お、いた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 、恐竜いた、恐竜いた。いけいけ。よいしょ。よし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 。お、結構減っとる減っとる。いいよいいよいいよ、いけるいけるいける。いけるいける。お、なんか果敢にも行ってやってるぞ。殴っとるやつはじゃあ、それは。やばいやばい、これ当たったらまずい。やばい、大丈夫。誰か死んじゃうこれ。やばいやばいやばい。誰か一人犠牲者だった。オッケーオッケー、でもいけるいける。もうちょい、あとまああともうちょい。あと1個ぐらい。お、来た。よっしゃー、倒した。サンドブルーとルルコやちゃんと。え、待って、おー、本当だ。もらいます。え、何人犠牲になったの？誰が犠牲になった？何人か犠牲になってる。